頑張ります。いきなり始まる、はい。はい。前回ね、社長が植え替えたやつ、盆栽世界とコラボして、植え替えたやつの結果というか、芽が出てきたんで、それをちょっと紹介しようかなと思います。前は何もなかったんでしたっけ？前はもう何もなかったですね。Qさんに写真送ったやつも、ほんと膨らんできたって感じのやつでしたね。そうですね。葉っぱも出てなかったと思うんですけど、これがね、ちょっと出始めてましたけど。で、バラはもう安定してきたんで、もう今から肥料大好きなんで、もう安定したらもう肥料あげて、はい、あれですよね、アブラムシ予防としてオルトラもあげた方がいいですよね。こっち今何あげてるんですか？これはあれ、ナルコです。肥料ナルコ、ナルコいっぱい。苔の上に置いちゃうと苔が溶けちゃうから、縁のところに乗せて、縁にもギュッと押し込む感じ。オルトラね、ちょこっとですよ。これは何用ですか？これはアブラムシ用、来ないように。うん、アブラムシの他にも来ない虫いっぱいいるんで、これも同様に、ね、縁に入れて。これ急に作業始まってますけど、はい、本日は別の木あるんですよね。別の木です。紹介前回の、そうそうそう、はい、結果をね、ちょっとじゃあついでに撮りましょうということで言ってます、はい、ね。でバラはこういうふうにしてもらって、これは金芽二列焼きですよね、はい、目出しがこういうふうにね、黄色っぽい金芽になるんで、これはもう芽が出てきてるんで、目摘み先端の部分とか、はい、またはもう高さね見て、こうやってで葉っぱを最後に取った方向に芽がこうやって出てくるんですよ、うん、だから内側に行かないように外側外側で芽を摘む、出したい方向を、そうそう、出したい方向に残しとく、はい、っていう作業が必要です。今後ね、買われた方は、はいはい、でこれは紅したんですよね。もう花芽が出てきてます、うん、でこれから咲きます。あの大盆栽祭りでちょうど咲く、満開です。これもね、出すんで、もしよかったらご購入、ご購入くださいという、ご購入くださいご購入ください、はい、ってことです。5月3、4、5ですね、はい、はい。ね、今回植え替えるのがこっち、何を植え替えようかなっていう話をいろんな豆してたんですけど、もみじ、これやっぱ赤根です。赤根、もみじ大人気の赤根、大人気。でもこれ数ないんです、数ないんで、もう絶対すすかないんで、ちょっと数出せないんですけど、はい、まあこれも何本か持っていくのかなと思いますね、はい。これが織姫、織姫、舞姫か、これ舞姫です、舞姫です、ね、舞姫もみじ。織姫よりこの切れ目が深いんですよね、うん。まあ、みんな他の辺とかだったら、まあ長良川とかっていうので総称として織姫とか舞姫一緒だっていう人もいるんですけど、まあちょっと違う種類だなというのを持ってるので、舞姫の方がやっぱ切れ目が深いですよね、はい、うん。とあとはクワ、さっき Q さんの動画でも植え替えたクワ、うん。でこれが普通の図書、図書でこれがコナラ、コナラですね、うん。でこれがイソザンショウ、イソザンショウで、これがイチョウ、うん。でこれがピラカンサス、はい。でこれも図書で、これがハイ図書って言って、ちょっとあの珍しい種類の図書で、うん、下に下がっていくような図書なんですね。これちょっと目上がってますけど、ハイ図書っていう下に張っていくような、これ見た目で違い分かりますか？ハイ図書の方が細かいですかね、葉っぱが小さい、こっちもちょっと粗いかなっていう感じですかね。でこれサツキ、数字かな、サツキですね、サツキ、花芽が出てます。もっと太いんでね、かっこよくなると思いますけど、どれやりますか？どれをやろうって話なんですよね。じゃあこの5個、5個、クワもやりたかったけど、もクワさっきやったんでね、だからね、そうそうそう、ハイトショウ、サツキ、ピラカンサツ、コナラで、これが舞姫、はい、モミジ、この5点セット豆盆栽を作った、豆盆栽を作っていこう、それを大盆栽祭りで売る、売るけど、ハイトショウは1本しかないんですか？ハイトショウはない、ハイトショウはこれっきりだけど、ね、他のはいっぱいあると、あります、少ない、これないですね。サツキはあるんだけど、これが極小で、うん、あともうちょっと大きい、ああちょっと、ね、じゃあこのピラカンがいっぱいある、ピラカンいっぱいあります、ね、大河君が植えたやつを皆さん探してと、はい、じゃあやってもらいます、やっていきます、はい、お願いします、はい、まずはコナラからです。コナラで、これが種まいたやつなんですよね。おお、今年雨ぶつしてる、うん、今年か、あの秋に収穫してすぐ巻く、すぐ巻いてね、だ取り巻きですよね、うん、取り巻きしないと虫が入っちゃう、そうそうそう、なるほど、だから秋だから去年です。で、雨伏せの方法は前の動画でやってますよね。やってると思うんで、うん、今回はそれの結果を見る。結果を発表です。結果発表。で、まずこれちょっといっちゃいます。もうね、外そうと思ってたんですよ。ちょうど。うん、これ以上残しとくと今度葉っぱが蒸れちゃうんで、
タイミング的には4月入ったぐらい。天気により、天気によりけりです。あと出るスピードっつうか、このぐらいになったらもう取った方がいい。そうそうです。これ以上やってほら突き抜けてきてるじゃないですか、うん、これなんかね根っこがほらすごい横からそう出てる。もうしょうがないから取っちゃうしかないです。でこういうふうに出ないのもありますからね、うんうん、中にはね。こんな感じです。こういう独特な曲線ができるわけですね。そう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 。これで1本やってみます。取り出してみますか。じゃあ1本2本まとめると、これが取れるんじゃないか。取れた取れた。こうなってるわけですよ。こうなってるこんな感じで、どんぐりつきでね。そう、ごぼうね。で、これはもう栄養素なんでまだ取れないんですよ、うん、これつけたまま植えた方がいい。植えていく。そうそう。だから下のこの長い部分は切っちゃって、切っちゃいます。そうそうそう、そういうことです。そういうことです。だから上の方のちょっとある根をだけで育つと。育つます。まあ この辺ですよね。そのぐらいでポッとここまで沈めて、うん、脇根でっていう。そうするしかないですよね。ごぼう根だから。じゃないとポッと入んないですからね。最初の段階である程度はね切っとかないとね。そう、パツンと切っちゃう。でこれね、これはまだ栄養素の部分なんですよね、うん、なので残しておいて、でこの辺で切ると立つと、これはまあここで切って、これここで思い切って切っちゃって大丈夫ですね。そうそう、平気です。これがね、あの外して植え替えたやつですよね。植えてもらいました。植え替えたやつです。でこれの1年ちょっと、放置してたやつがこの前植え替えたんですよね。それとは違って今回植え替えたのその3年後。あ、これそんなに経ってない。うん、そんなに経ってます。ここから3年。そうですね。あ、いや種の、そうです、種です。これ葉っぱがね大きさ全然違うんですよ、うん、これと比べたら、うん、これはなんで違うんですか。実の大きさによってサイズ変わるんで、実が小さいのをなるべく選ぶと小も小さいのが出ますね。なるほど。栗なんかも大きい栗を植えるよりも小っちゃい栗を、うん、のがいいんだ、うん、どうしてもやっぱ大きい方がなんかいいような気しますけど、うん、やっぱ小っちゃいの方が葉小も小っちゃくなりますよね。なるほど。これあれなんですよ、言わせたけど、うん、新芽こんだけも出ちゃってると上切んないとこれしおれるんで、あ、切っちゃいますね。なるほど。すみません、言ってないです。植え替えた後は、ね、そうそうそう、葉っぱ切っちゃう。芽が出てくるんで、まあ根っこも切ってるから切った方がいいかもしれないですね。そうですね。いやでも葉っぱがあるからスーって考え方もあるのかな。ありますけど、もう柔らかいんですよまだね。しぐれちゃ う, そう。もっと出たてん時だったらいいですね。はい。どんぐらいところ外すんですか。まあ勝手に置きます。なるほど。じゃあこっちからやりますか。はい。はい、まずこれね。今のとこ。そんなら来て。こっちの枝が枯れてるじゃないですか。うんうん。ね。これはだからいらないです。切っちゃいますよ。でこれ、コナラってこういうふうに芽があるじゃないですか、いっぱい。だからもうどこ切っても吹いてくるんです。こういう元の部分も芽あたりがあるんですよ。ポツッとなって。うん、ここからも出るんで、最悪この曲気になかったらここで切っても出てくる。出てます、出ます、まあ、このあるどこからでも出てきます。枯れ枝ぐらいですよね、取るの、うんうん、よいしょ、よいしょ。一回これ直行の根処理してあるから根っこがいっぱい出てきてるんですよ。鉢合わせですよね。鉢合わせ、うん、黒っぽいのとかあるんですよ、うん、だから7、3、だいたい鉢が3で木が7ぐらいで入れ込むとかっこいいのができますけどね、うん、相当ちっちゃくなりますね。相当ちっちゃくなります、まあ、このサイズでやるとね。そうそうそう。これなんかほら結構ピシッと決まってますけど、サイズちょっとさすがに小さすぎるんですね。やっぱだいぶ抑えまつりで持っていくと思うんで、はい、ちょっと大きめには植えますよ。やだ大きめって言ってもほら自分の感覚の大きいので、うん、これだとこういうのも入ります。青、まあ、ちょっと大きく感じるでしょ。感じるな。でしょうか。でも安心ですよこれ、このサイズ、うん、ちょっと一回り小さいか。安牌で、安牌でこちらにしますか、うん、これだとねちょっとさすがに小さいんですよ、うん、でこれとこれの間探したんですけどなかなかないんですよね。普通にそんなに変わんないですもんねサイズね。ですよね。でもやっぱり感覚がこっちの方がやっぱ深いですから、うん、土の量で乾きが変わると。そうなんです。そうなんです。なんでじゃあこっちにね、はい、入れますかね。植え替えはいつも通り。ちょっと根っこが少ないんで先に土入れて安定させてから。はい。針金で引っ張ると。そうかけます。よいしょ。植え替えは全部の木一緒ですか？工程は一緒ですよ。鉢合わせと剪定がちょこっとあるぐらいで。うん、なるほど。じゃあ今回の動画は植え替えはまあもうみんな見飽きてると思うんで、うん、鉢合わせと完成をパパパッとテンポよく。そうですね。
お見せする感じですか。そうですね、そういう動画になっちゃいますね。そういう動画に、しかも大河先生の作った木型絵盆栽祭りで買えるという、そういう、ね、夢のような企画ですね。夢のような企画ですね、うん、これがまず1個完成ですね。はい、で苔はもう後で貼りますよ。はい、はい、1個完成です。はい、はい、じゃあ次は手前姫、これはもう長いの葉っぱを切りますよ。どうもない、商品にしたいんで、ここのここで切りますね。切れない、ここにも下があるんで、ここですごい切ってもらった。違いました。だこれはもうほんと豆にしたいなと思って、うん、そういうのも1個作んないとね、動画映えというか動画映えがしないじゃないですか、うん、これも挿し木で作ったやつですよ、うん、前に何年生ぐらいですか。これ2年生かな、何年生ぐらい、2年生、去年、一昨年挿し木して去年ポッター揚げしたから、うん、で、ここに芽があるじゃないですか、これ2つ、はいはい、2つ分かれてる、うん、だからこっちは残してこっち切っちゃいます。ほー、こっちね、ちょっと1回切りますよ。そうするとほら、正面見た時、うん、両方残しておくわけいかないんで、で、まあこう、こうですね、こう、もうちょっと言語化しても、こうですねとか、こっち行った時こうですからって、ちょっと正面こっちもこう、こうですね。で、今どこ切ったの。ここあそこと、で、ここに枯れ枝があったか、うんうん、そうそうそう、あ、頭が左流れだから右に向いてる枝、大きいの切ったってこと。そうそうです。これだから、その鉢も相当小さくしてないと。相当小さい方がありますね。さっきの7、3で言うと。7、3で言うとね。で、ここにちっちゃい鉢がなかったの、用意してるので、うん。で、ちょっと探したらいい鉢見つかったんで、これに植えようかなと。これ、ちっちゃいですよ、これ。このサイズです。で、ちょっと、これ使わないと、今までこれ使ってたんですけど、はい、網ね、この網を使ってたんですけど、この網戸のやつじゃないと、さすがにこの穴の大きさじゃ無理なので、網戸用の、うん、ただ普通の網戸じゃないんですよね、ちょっと硬いやつなんですね。硬いやつなんですよね。でもね、Amazon でちょっと調べたら売ってましたよ。売ってました。網戸、アルミ線網戸とかだっけな、どうやって調べたんだっけ適当に調べたんで、そしたら、あ、出てきた。で、センチが書いてあって、それで、あれです。センチってのは何ですか。要はこの穴の中の、ああ穴のない、これどのぐらいなんですか。これ1ミリ1ミリぐらい、うん、1ミリもっとちっちゃいね、2ミリぐらい、もっと大きい、2ミリぐらいじゃないですか。ふわっとした情報が本当だよねふわっと、ちょっと自分で調べてみますかね自分そういうのを親切にやってくれる YouTube なんで ね、 そうですね、多分。じゃあ植え替えは大体一緒ですので、省略しますか。省略します、はい、シュッシュッはい、完成。完成です。息でしょ、うん、息、すごい息。いや、選んだだけあるよ。私が選んだだけあるってはい、ね、こんなにちっちゃい鉢に入りました。ちょっとね、大きさが分かんないから、これ大きくなりそうと思って、そうだよ、持ってもらって、うん、このサイズです。こちらも後ほど苔を張って見てみましょう。はい、続いては、次はピラカンサスです。ピラカンね、根がね、硬めになってる。硬めになってる、硬めになりやすいんですよ、挿し木すると。ピラカンとベニシタンは結構硬めになりやすい。ちょっともうほどほど覚えてますか。これが花芽ですからね、はい、あんま無茶できないから。色つくのは花はこういう感じで、ね、真っ白いので色つくのはもちろん赤いもんね。ちっちゃい実ですよ、これは。あ、これはもう植え替えるだけ。これもう剪定ないですもん。剪定ないない、ほんとないですよ。じゃあこちらも、こちらも完成お待ちください。鉢決まりましたか。はい、原さんの鉢ね、これね、これかっこいいんで、これに植えようと思います。はい、止水鉢です。止水鉢です。あー、いいですね。これも実赤ですか。それも実赤です。あの、小さい種類のやつ。超ミニ、超ミニね、花付きだから。はい、止水鉢も結構持ってくんです。あります、あるよ、結構あるみたい。タイガバチは希少品ですからね、今ね。希少品っていうか、作っても死んだくなっちゃう。安すぎるんだよ。そうなの、落ちかないんですね。ここが正面です。おーい、かわいいです ね、 ね、こんな感じですね。やっぱいいですね、シスリさんの鉢ね、うん、こういうハッチ作りたいですよね。もう意欲がね、湧いてくるよね。なんつって、なんつって、はい、あと残りは2つですね。ハイトショー
さっき紹介したと思う。はい、はい、ハウ図書。ハウ図書、これはどんな作業？まあ枝を積むのと、枝をいらない枝ちょっと切りたいなと思って、うん、普通図書ってその剪定するときにこうよく芽積んでる人多いと思うんです。こうやって、ね、多いと思うんですけど、これはちょっと後から陣にするんでちょっとあれなんですけど、うん、下の方でやるともうここまで伸びきってるともうみっともないじゃないですか、うん、ちっちゃく作るには。その場合もうね、目当たりは下の方にもあるので、ここで切っちゃうんですよ、うんうん、バツッと全体こうやって刈るんです。なるほど、バツ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 丸刈りみたいに。そう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 。で、刈った後に肥料とかってのせるとまた吹いてくるんで、だから図書を太らすには肥料やって刈って、吹いてきたら肥料やって刈ってっ って繰り返すんですよ、何回も。いつ頃まで？もう秋、秋始まりまでくらい。真夏も？真夏も平気です。強い強い強いんで、もうずっと真っ白。これは？はい、これはまあちょっととりあえず、じゃあ爪だけ積んだけ積んでおきますか。爪だけ最初積みますか。これ全部取るぐらいの気持ちでいいんですか？そうそうそうです。積むのはね。積むの。そうそう。じゃあまたどんどん出てくる。出ます出ます。積んでも普通に出てくるんで。出てくる、まあ、自分の感想としてはすげえ丈夫な木だなってしか。なるほど、思ったことないですね。うん、なんか心拍と比べちゃうのかな、似てるじゃないですか。似てますね。心拍はもう丈夫すぎるじゃないですか、うん、ね、無茶したら杉っぱになるぐらいですよね。そうですね。結構思い切って積んじゃって、積んじゃって平気、肥料買っちゃって。そうそうそう。で、植え替え後は肥料はちょっと控えめで、控えめで、うん、で、まあ、しばらく経ってからまたあげてあげてですね。ですね。ただマグアンプ系みたいなのがいいんですね。は OK なんで、 OKOK です。 OK、 下に引くのはね、うん、これが混んでるよね、そこ混んでるんですよ。で、こっち後ろ枝あるんで、これ前でね、混んでるんですよね、ここね、ちょっとね。で、芽があるから、こっからこう出てくれるから、ちょっと気になるんですよね、これがね。陣にするって手もあるけど、こんなちっちゃい陣できるんだ。そうそう、そこまで、もっとね、太らせないとね。で、あとここですよね、この枝。それ、うん、まあ、いわゆるその盆栽の例えば左右順番に枝が出てるとか、ね、そういうんじゃないですよね、ないですよね、このサイズだとね。そう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 ですね。そういう枝順とかじゃないですよね、とかじゃなくて、うん、パッと見の印象で、パッと見の印象ですよね、感覚ですよ本当に、うん、ちょっと切ります。これがこっちに見える、うんうんうん、あそこね、裏枝になって、そう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 。じゃあほぐしていきます。はい、ちがちだ。もう長いですよ、鉢入って。これどのぐらい入ってるんですか？3年ぐらい入ってた。どんな入ってるの？優秀だ。優秀素材として、素材としてはいい素材。ガチガチだ、ガチガチ。それは誰の鉢ですか？これ一層さんの落款なし。落款なしだね、一層さんで。一層さんでもこんなちっちゃいの作るんだ。しかも低鉢で。低鉢で珍しいですよ ね、 ね。これは本当ジャストって感じ。ジャスト。ジャスト。ジャスト。ちっちゃくないか。ちっちゃいと思う。いいと思う。これもこんぐらい余裕があった方が、木がなんか迫力があって見えます。これは誰の？これもう、あの、一層さん。一層さん。で、これのちょっと小さいサイズがこれ。天柱だとか。このさ、微妙なサイズで結構でも雰囲気変わるんです、うん、ね、印象違う、ね、そう、印象形も高さも、うん、違うから、ちょっと小さすぎるのかなとかちょっと思っちゃったけど。そうですよね、うん、この辺もやっぱ感覚ですか。感覚ですよね。あれですもんね、昔の盆栽のやつとか見ても別に小白だから出鉢にってわけでもなかったりするじゃないですか。うん、江戸時代は全然出鉢流行ってたし、ね、そうですよね、うん、だから結局これも完成っちゃ完成なのかな、セオリーですよね。だから似合うかなって思う。似合うかな、色物より。これにします。それは一番最初に選んだ大きいってやつ。これこれ、この鉢に決定だ。そう、じゃあこちらも植え替えていきます。はい、植え替えは同じなので。それで毎回やるの大変。毎回やるの大変。できましたか？できました。やっぱあんまり小さいよりはいいですよね。そうですね。もっとガチッとした鉢でもいいのかもしれないね。でも四角とかね、とかでも合いそうな気がしましたね。正方形。正方形ね、うん。あるにはあるけどね。そういうのも合うし、こういうのも合うし。合うし。お好みでと。お好みでと。はい。はい。さあラスト、さつき。うん、さつきですね。もうこれもやることないんだけど、それで、まあ、根っこちょっと出して、これ苔乗ってるんでね、はい、こういうとこね、これをちょっと掃除してあげます。さつきあんまりね動画だとやってないですけど、だからさつきファンの人にもうちょっとだやってくださいって言われる。マジですか。さつきはあれですよね、違うから、土がね、やり方が丸く、そうそう。でもこれ赤玉じゃないですか。これはでも
鹿沼じゃないですか。あ、鹿沼入ってるんだ、うん、鹿沼入ってると。そうか、土が違うとまたね。土が沼ない。まあそう、今鹿沼ないですけどね。だから赤玉に植えちゃう。植えちゃいますよね、うん、でも植えてもそんなにあれですよね。ちっちゃい、ちっちゃいから、ちっちゃいからセーフなの。別に枯れない。枯れない。さつきから入ってるんですか、盆野菜屋さんって。いや、あっちもさつきですよね、うん。もともとちゃんはさつきを趣味でやってて盆栽屋になりました。でも私が結婚した時はさつきの盆栽は一本もなかった。なかったんだ。もう商品盆栽一本、うん、なるほど。ほぐしました。もうちょっとね、ザがあると思った、太い部分がね、うん、もうちょっと太いかと思ったけど、そこまでではなかったですね。だからまあこのぐらいで植えるのかなみたいな、うん、ちょっと出して、ちょっと出してあげて、はい、ちょっと山になるだけであって、うん、大変大円。ちょうどちだ。こっち見て、こっちか。こっちだ。あ、そうね。まあね、ダメなんで。一人ごと。一人ごとなんですか今の。これね。これ。はい。青か。こっちの方がね。うん。なんかしっくりくるような気がしますよね。黄色より？うん。あ、一応こっちこっち、この。あ、黄色の方がいい。そうそうそう。サイズがちょっと小さくて深い。深いですよね。こっちの方が。だから見た目が合うと。ね。そう。黄色の鉢にしました。そう、黄色の鉢にしました。工程は一緒なので。スキップ。スキップ。はい、できました。できました。可愛いですね、黄色。可愛い、黄色いいですね。さつきの豆盆栽ってまた珍しい。うん、小さいやつですよね。さつきのなんだか品種いっぱいあるじゃないですか。今は分かんないですけど。これは分かるんですか？花がないのに。椿山とかそっち系ですね、うん、葉っぱが角張ってるのね。もっと大きいから普通葉っぱ、はいはい、もう一つね有名なのがあるんだよね。私も忘れちゃった。しばらくさつきから遠ざかっていたので。ツツジはよくやってますけどね、うん、ちっちゃいのあるから。そう、最初ツツジかなと思ったんだよね、見た時。うん、思いましたけどさつきです。じゃあ今ので5種類5種類植え終わったので、これ苔張ってちょっと並べてみましょう。はい、終わりました、はい、5種類全部植え替えましたね。苔も綺麗に張ってどうでしょうか。可愛いですね、これ並ぶとね。色合いもね、いいですよね。うん、豆盆栽ってやっぱこう数あるといいですよね。そうですよね、やっぱ棚場置ける人も少ないんで、結局やっぱ豆やってる人は種類やりたいって人がほとんどなんで、うん、ね、数をやりたいって人はやっぱ豆の方がいっぱい物を置けるんで、そうですね、ね、すごく楽しめるとも思いますし、うん、なんせね、ちっちゃい枝から刺してできますからね、うんうん、問題は水管理だね。水管理そう、枝の剪定もまあね、枝数少ないんで大物よりも全然手はかかんない、ね、手はかかんないですから、要は一番はやっぱ水やり、うん、だから水盤とかでこれ5個並べて置いとく、うん、でそれで水も多少持つし、持ちますね。砂引いてあげて、そう、これがいっぱいあると可愛いですよね。そうそうそう、可愛いと思いますよ。でちょっとさっきすみません、自分があの苔社長貼ってくれたんですけど、ちょっと引っ掛けて落としちゃって、はいはい、この目取れちゃったんですよ。落として目を取ってしまった。そうそうそう、だと申し訳ないです。もうまた出ますからね。はい、出ますから、それは期待してもらって。はい、でこちらの商品はどこで買えるんでしょうか。大盆栽祭りで販売するますので、もうね、根っこも安定しますし、苔も安定するんで。そこで販売させてもらいます。5月の3、4、5に出ますので、ぜひともお買い求めください。だからこういう今これ作ってもらったけど、はい、素材も売ってますからね。そう、素材がメインなんで、結局のところ、素材と自分の好きな素材と自分の好きな鉢を選んで買うと。そう、あとこういう豆鉢って大野さん以外あんま売ってないですよね。そうですね、作家物の豆鉢ってあんまりね、ないです、見ないんで。このサイズはないですよね。あっても数が極端に。そうですよね。だから大盆栽祭り来た時はその豆鉢、うん、もう小さいのやりたい人はちょっと多めに買っておくのもいいのかなって僕は思いました。そうですね、安鉢は本当作家物でも500円のものもありますので。そうですよね、本当、うん、お買い作家物の500円ありますもんね。作家物500円あるんで、ね、持ってくる、行くので、うん、ちょっと僕の奇抜なやつはちょっとお値段高いんで、あれはでも横で見てるから分かるけど時間かかるんで、時間かかりますもんね、うん、だからぜひともお買い求めください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いつか終わらせて、はい、はい。